ステフィゲールは、ハンガリー人の女性バイオリニストで、音楽教育者。1888年、ブダペスト生まれ。父ヨジェフは観察医であり、自身もバイオリン演奏のたしなみがあった。3歳でバイオリンを始めるが、初心者にしては、目覚ましい才能を発揮し、やがて、ブダペストのリスト音楽院にて、イエネーフバイに支持することとなった。神道として、欧米で、 演奏旅行を行う。音楽性や技巧的な能力だけでなく、その人柄や美貌によっても名を馳せ、バルトー・クベーラやオトマール・シェックは彼女に魅了されてバイオリン競争曲を検定した。ウィーンの弁護士、エルビン・ユングと結婚するが、ユングは第一次世界大戦末期にスペイン風に伝染し死去した。1920年にスイスの作曲家。 バルター・シュルテスと再婚してチューリッヒに移る。同地で演奏活動に取り組み、1934年から1953年まではチューリッヒ音楽院にて教鞭を取った。1941年にはパウル・ザッハーが監督するコレディウム・ムジクム・チューリッヒに入団して、そのコンサートマスターも受け持った。スイスの作曲家。 ビリー・ブルク・ハルトは1943年に自作のバイオリン競奏曲をゲールとザッハーに検定している。ゲールは多くの行進を育成し、クラウス・フーバーは主要な門邸の一人である。ハンガリー式にはゲール・シュテフィ。ありがとうございます。